あれしたかどうかだけ。殺しはしてない。言うな。甘ぐりぐり。あ、開く。開くよ。やった。行け。なんでいいの？いや、ずっと見守ってた、ここで。寝ます。って今は時刻はもう夜の23時です。そうですね、もうてっぺん近くっすね。そうそう、寝る時間なんですよ、我々ね、はいはいはい、ちょっと今日、かなさんに一日ね、振り返ってもらって軽くなんかどうだったか、ちょっと本当に聞いてもいいですね。とにかくでも、楽しかったが一番かも。こうやってなんか、雨の中キャンプしたの初めてだし、ガチでやってるって感じ、マジで生きてるって感じ。僕は久々に飯を褒めてもらえて。あとはだからこの後に2人が何をするか次第。絶対コメントに書かれるんですよ、こういう状況になると。どこで寝るかじゃんけんするんですか？じゃんけんっていうほどでもないっすよ。あ、ですか。もうカナさんの人が好きなところで寝てくれる。まあまあそうですね、そう、全然ね、僕はウェルカムですけど。はい、ジュリちゃんはどうすんの？ジュリちゃんは過去の人です。ナリコは？ナリコはだいぶ過去の人です。中条カノンは？中条カノンは一旦置いときましょう。第二夫人で今一番誰なの？一番今このタイミングだったらやっぱもうカノンでしょ。何今このタイミング？何何このタイミング？何このタイミングとか何？お前のタイミング知らねえから。今一番何様だよ。何様だよ。マキ君はどこで寝るの？僕はあのカノンの行くところで寝ます。まあ本当にひどいね。いやいや、明日早起きして、ね、朝ごはん食べて。おそらく雨降ってますんで、その中でテント片付けるっていう大仕事がありますから。片付けが。ちなみに立てるときと片付けるときどっちが時間かかる？雨降ってると片付けなんだよな。じゃあお休みの中。お休みの中はお風呂上がりですからね。恋人っぽいカメラ。お休み中で。お部屋気持ちよかったね。お休み。ああ、カニ漁船。まつき、はい、朝だけど、あれ飛んだ朝。ああ、おはようございます。今何？ああ、6時半だ。雨降ってないよ。お、え、すげえ。おお、きれい。なんか波の音1ミリも聞こえないっすね。朝だよ。本当はこうなんだ、湖の海面ってのは。雨も降ってなくて、しかも綺麗。もしかして今日晴れんじゃないの？これでしょ、キャンプって。これはキャンプですね。ねえ、よし、マスク君、火を起こそう。火を起こしましょう。おはよう。火を起こしていきます。このジェルがかかってるところはつかないから。あ、そうなんですね。この上に乗せないと。なるほど。火つかないよ。だからこの上に木を乗せないと。これジェルは着火しないんですね。ジェルに着火するけど、ジェルから火が出るんだから。要は皆さん寝ました？俺結構快適に寝ました。結構僕もう爆睡でしたよ。僕松木いびきかいてたけど。俺は全然ダメでしたね。変な人来ましたけど。この湖の守り神です。守り神なんですね。はい、早朝明け方の7時から8時の間に現れるという。 あいつがなんか見てください、目の前の。あ、すげえ。マントが。お、やべえ、全然気づかなかった。そうなった。これやばいっすね。シャドウ。おい、マント、おい あれ、松木は魚板っぽいよ、あれ。食べたければ。食べたい。俺も食べたい。あの、ムエタイキャンプから追いにが…追いに来ました。追いに来ました、今。やっぱ一日風呂入ってないですからね。いた。あ、いけいけ。あ、ここだね。あ、無理。すごいね、こん中入ったんだ。こういう銭湯の水風呂ぐらい冷たいね。冷たいね。この透き通りさ、やばい。透き通ってる。めっちゃ透き通ってる。おー、いいっすね。なんか綺麗。エッチっすね。エッチだなこの人。朝から。けしからん。けしからん。エッチな足してるわこの人。ったく。それでは朝食クッキングということで、本日はですね、朝ごはんにぴったりのホットサンドを作っていきたいと思います。じゃあまずはまあ、こう食パンがありますね。はいはい、はい、このベーコンと
あれもベーコン入れてた気がするんだよな、こいつ。僕あのそのベーコンの達人なんで、いや、そういう達人別にいらないよ。本当もう朝から厳しいですね。チーズを今回ね、モッツァレラミックスを、じゃあまずはベーコンをね、適度な大きさにカッティングしていきたいと思います。ザクッと切っていきたいと思います。よいしょ。チーズをね、いや、お前ほんとマジカナさん、そろそろお前にイラついてるから。なんか遠くの方に、多分なんですけど、カナさんの関係者なのかなっていう黒服が、マジ松木のこと見てます。え、どこだ。はい、挟んで、これでサンドします。なんか、昨日、めちゃめちゃ物音しませんでした。シュッ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 ってやつですか。なんか物音で目覚めたんですよ、何回か。テントの中からしました。外です、外、外。外ですか。はい、喋り声が聞こえたんですよ。カナさんが昨日を、多分誰かに電話してんすよ。お、昨日はやっぱ誰かと話してましたよね。話してましたね。やっぱり。それは誰に電話してたの。スキピ。あ、スキピに。スキピ。スキピはカナのこともスキピらしいです。おお、あれ？なんでお前が喜んでるの？じゃあ、じゃあもうそのスキピと合体するのも。したい。アクエリオンじゃん。アクエリオン！あ、すごい。今こだました。もっと張って、もっと清掃のアクエリオンだよね。そっち。貯める清掃の。ああ、そっちか。すげえちっちゃいですね。アクエリオン！すごい。ホットサンド、オープン！ノクレー！綺麗。ズーチーちゃんがいい感じですね。いただきます。めっちゃうまい。きたー、うまーい。噛んじゃった。いやいやいや、噛んじゃった。噛ぶったじゃないですよ。スキ君とスキピの一番の差は何なんですか。傷つかない。大丈夫、もうあ慣れてるから。傷つくことと裏切られることにはもう慣れてる。ええー、ボー。見てください、これ貸し切りっすよ、これ。このエリアすごい、ほら全部貸し切り。めっちゃしっかり入る。ペグエない。ただそれだけを追求して。タトゥーもずーっと昔から入れたいって思って。好きだー。